ございません。今回は慎重にスタートしていきました。完走ですので目標がありませんから、自分たちの練習の成果、自分の点数を管理するかということになっていきます。 3km9周回ですから、まあ3分何秒はまあ4分前後4分を超えるか、それとも4分を切るか、そんな回を目標にしているのと思われますけれども、選手の表情、鈴木選手もあるようです。近くの学年が一度通じてありますから、見えるかも。 全日本学生選手権の大会に臨んでしがつ入学以来の成果を自分の最初の1キロ手元の時計では26秒前後でクリアしたでしょうか。 まずは最初の1キロ26秒あたりで通過していったように見えました。8.9、8.9、表彰者でしたよ。いやだけど予約するわけなしと。昨日のところにこういった行きたいとか。 さあ、菅野選手帰ってくると鐘が鳴っているのか、瞬間になります。4分台のどの辺りでまとめてくるでしょう。さあ、残り半周200メートル、残り200メートルを菅野選手切ったところ。 第2組スタートしていきました。改めて本川からスタートしたのが阿部海選手、順天堂大学。
バンプスタートは中川由里選手、日本大学です。第2組はほぼイーブンに見えるような状態で1キロを通過していきました。手元で時計見ていますと30秒近かったでしょうか。この辺りで若干リードは今3コーナーから4コーナー、順天堂大の阿部佳林選手。その差が今広がっているように見えます。阿部選手のリードがじわりと広がっているように見えます。そしてこの辺りに来てその差が大きく広がって、逆に阿部選手が前を行く、決まってなくて終わって行ってくれる。中川選手の姿を捉えているか、視界の中に中川選手を捉えることができたのではないでしょう。大臣会場の中で弁当があるところであって、ということですか。お手通りの時間に終わるということでも大丈夫ですか。7時半ぐらいに大体来てる日本体育大学です。
秒フラー競技の途中ではありますけれども、携帯電話、スマートフォンの落とし物のご連絡です。現在、アナウンスをしております。本席、アナウンスのところに携帯電話の落とし物が届いております。該当、思い当たるのがありましたら、こちら、本部までお越しください。携帯電話の落とし物が今届きました。さて、レースに戻ります。現在走行しているダニー・アイカ選手、彼は大体だった。5秒後オリンピアムの大会におきまして、第2位に入賞している選手です。また、日体大のオリ選手もトップ選手も、こちらは東日本の大会、この種目第7位に入賞していますが、今日の大会では6秒7ダニー選手にリードを許しているような形での展開となっております。6秒差、2周と表示されております。ここで追い抜き、このままタイムレース進行していきます。このままタイムレース進行していきます。さあ、どうやらこのまま走っていけばトップタイムの更新を見えてくるのか。6秒差、もう一度一度26秒でカバーできれば4分を切るタイムが成美選手に期待できますが、どうでしょう、微妙なところか。成美選手トップタイムの更新はほぼ確実です。成美選手トップタイムの更新はほぼ確実ですけれども、4分を切るタイムどうでしょうか。6秒バックラーの小木選手残り半周であるうちの第4組、これで、中盤までレースが進行したことになります。第4組の岩本アンナ選手、大川バック側、杉浦選手に構成を決まります。バック側、法政大学のコーチの方、マスクをお願いします。マスクをしていただいてますでしょうか。9秒8。そして岩本アンナ選手はフルエントリー、今日3種目目ポイントレースでは第2位、タイムファイナルでは第1位で、この
3km インディビデュアルパシュートを望んでおります。ウェルカム。マウンデー8、マウンデー8。といいますとバンクレコード競技場、日本体育大学の選手、先ほど走りがありましたコンビ選手も含めてウエントリーとなっているようです。ちょっと待って。集団もすでに折り返しを進めているところ。渡部選手が
今日の一日のうちにポイントレースとこの3キロ無事になるか、シュート優勝できるのでしょうか。ここでは1分20秒弱で最初の1キロをカバーしてきた。渡辺選手のリードが次第次第に広がっている。次第次第に広がっている。ルーキー選手が3名、女子選手の中では3名参加しておりますけれども、菅野選手すでに走り終わっていて、この渡部選手と最終組の石田優選手、この活躍に期待したいところですけれども、その期待通りと言いましょうか、それに沿った形で渡部選手はレースを自分に展開している第5組です。さて、ちょうどストレート分でしょうか。こちらから見ておりますと、渡部選手が前を行くような形になった石垣選手をちょうどストレートに追い込んでいくような展開になってきて、まもなく2キロも追加。5秒3、2分30秒台の中盤のあたりで通過した模様です。したがってこのまま走行を続けていけば、渡部選手フィニッシュタイムは3分50秒前後、3分50秒からもしかすると40秒台も見えてくるかというような走行になってきました。リードする渡部選手は残り2周を切った。対するバック側石垣美穂選手も今残り2周を切ったところ、その差がさらに縮まるような展開。前を行く石垣選手を捉えて渡部選手がじわじわと間合いを詰めてくるような展開になっております。さあ、これが残り1周、渡部桂選手は残り1周、3分20秒台、まだ3分20秒台、時計はまだ3分20秒台で残り1周を通過していきました。したがってこのままいけば3分50秒、40秒台が難しいかもしれませんけれども、3分50秒台の速いタイム、3分50秒台の速いタイムが待たれそうです。今電光掲示が出ました。5秒
さて、今表彰式のご案内がありましたけれども、現在レースは順番に差し掛かってきて、もう間もなく折り返しになろうかというところ、したがって1分半ほどでレースが終了します。表彰式代表選手にご説明ください。さあ、残り4周となってきた。対戦としては石田優選手が大きく田村優選手をリードする展開となっています。そして先ほど大福に予想を狙ったように、石田選手は余裕があるならば、その視界の中に前を行く田村選手の姿を捉えているか、間もなく2キロも過ぎた、2キロも過ぎた。さあ、どうでしょう。渡部選手と同じくらいか、それとも渡部選手がやや上回っていたのか。さて、残り1キロを共に切った状態になって、後半最後の走り期待したいところですが、どうでしょうか。渡部選手が1日のうちに1目にすれば、それとも西田選手がそれを阻止するのか。さあ、帰ってくると、残り1周の鐘が鳴ります。本日第61回全日本学生選手権トラック自転車競技大会の第1日、時計はすでに6時20分を超えて、まだ明るさは残っておりますけれども、入国が迫ってきたので、さあ残り1周、残り1周だ。石田優選手がリードしていって残り1周、さあどうでしょうか。このまま行けば50秒台のどのあたりのタイムか、3分50秒台の中盤のあたりか。さあ、先ほど第2期の渡部選手のタイムを上回ることができるか、どうでしょう。電光掲示が間もなく表示されます。電光掲示が表示されたけれども、渡部選手の名前が一番上にまだ光り輝いた状態、バック側の田村選手を今フィニッシュしました。